皆様こんにちは私は EY 税理士法人でシニアマネージャーをしております国塩と申します私はこれまで10年以上にわたり企業様向けに移転価格サービスを提供してまいりました本日はその経験も生かしながら分かりやすく移転価格税制について解説させていただきたいと思いますみなさんこんにちは EY 税理士法人移転価格部門の田名橋と申します これまでに自動車業界等の製造業を中心にさまざな企業の移転価格アドバイザリーを提供させていただいております本日はどうぞよろしくお願いいたしますさて田内さんこの動画を本日ご視聴いただいている方の中にも移転価格税制って名前は聞いたことあるんだけど内容はよくわからない参考書を読んでみても難しい言葉が並んでいてよくわからない という方も多くいらっしゃると思います、はい、ですので本日は移転価格税制の基礎部門を入門編としてなるべく分かりやすく解説させていただこうと思います田中さん実際に企業の方と話す中で移転価格の印象についてどのようなコメントを受けることが多いですか、はい、そうですね私自身企業の方とお話ししている中でも普段経理監査業務を担当されていても 移転価格ってなんとなくとっつきにくい特殊で分かりづらい海外子会社とのやり取り調整が難しいなどとお感じの方が非常に多い印象があります初めて移転価格税制に触れる方それからこれから国際税務の業務に携われる担当者の方はもちろん移転価格について気にはなっていたけど理解を深められないままでいた方向けに 基礎知識をお届けし関心を持っていただけたらと思いますありがとうございますそれでは早速解説を始めていきたいと思います移転価格税制とは海外の関連企業との取引を通じた所得の海外移転を防止する税制です所得配分の適正化にあたり関連企業との取引に関わる取引価格を独立共感価格で行われたものとみなして所得を計算します 少し具体的に見ていければと思います移転価格の考え方について親会社製造品を販売子会社を通じて市場に販売するケースを想定していきたいと思います親会社側で物を製造して製造コストがかかり開発活動を行って R&D コストが積み上がりますそこに親会社は自社の利益を乗せて納税者の移転価格として販売子会社向けに販売を行っていきます 販売子会社はそれを受け自社の利益販売コストを乗せて第三者に販売をしていきますこの時の納税者の移転価格が適切であるのか当局が考える独立共感価格が正しいのかここが移転価格税制の検討する上での重要なポイントの一つになりますここに返りがあると二重課税が発生しグループ内の同一所得に 2カ国で課税がされることになりますまた一つポイントなのは独立共感科学といってもあくまでも所得の海外移転を防止する税制であって自国に過度な利益がつくことを防止する税制ではないという点かもしれません。そうですね、えー、海外子会社等の取引価格の操作を通じて海外に所得を移転することを防ぐことを目的とした税制であるといえます。 取引価格の操作とは言いい換えれば独立した第三者間でではあり得ない価格にすすることです移転価格税制はグループ会社間であってもあたかも独立企業間のように取引価格を設定することで国家間の所得配分を各国当局にとって納得感のあるものにすることを求める税制といえます。そうでですねでは 移転価格税制について具体例を用いながらもう少し見ていければと思います先ほどと同様親会社製造品を販売子会社を通じて市場に販売するケースを使います具体的には税率40%の A 国に所在する親会社 P 社から税率35%の B 国に所在する子会社 S 社へ製造品を販売すると仮定します P 社から110万円で販売した場合には コスト50万円と仮定すると利益は60万円になり税率40%をかけますので税額は24万円一方 S 社は110万円で C へ120万円で第三者へ販売しますので利益は10万税額は税率をかけて3.5万円となります一方で P 社から60万円で販売した場合にはコスト50万円と仮定すると利益は10万円になります 税税率40をかけますので税額は4万円一方 S 社は60万円で仕入れて引き続き120万円で第三者へ販売しますので利益は60万円税額は税率35%をかけて21万円になりますつまり当然ですが移転価格を高く設定すれば販売元の国により多くの利益と税額がよりますし移転価格を低く設定すれば販売先の国に より多くの利益と税額がよりますまたグループ全体での税総額も移転価格次第で変わってきますここでのポイントですが2つの国の間で税率差があるから移転価格について税務当局から問題視されるというわけではなく自国に十分な利益が落ちているのか相手国に過剰な利益が寄っていないかというポイントを各国当局は注視してきますですので税率差があるから必ず問題視されるというわけでは なく相手国が低税率国である場合には意図的に相手国に所得を寄せているのではという疑問を自国の税務当局に疑義を抱かれる可能性はあります支配関係にある海外子会社との取引価格の操作という手段を通じて所得を海外に移転させるという結果を取り締まるのが移転価格税制であって。 国家間の税率の違いは企業側の目的の一つと捉えてイメージしていただくとわかりやすいかもしれないです移転価格税制は租税回避の意図に関係なく取引の結果としてグループ間での所得配分が移転価格税制に即していなければ課税の対象となりますちなみに租税回避といった国家間の税率の違いを利用して 多国籍企業による経過課税国への所得移転に対抗する措置としては移転価格税制とは別で今後新たに OECD の BEPS2.0 という取り組みが導入されますすねねそうです、ね、最近新聞やニュースでもよく目にするトピックですね次に移転価格税制上の問題が起きる場合について具体例を見ていきましょう。 税務調査で移転価格が対象となる場合国税当局は移転価格税制上定められた算定方法に従って適正な取引価格を再計算し企業のの実際の取引価格とととズレがあれば差額分を課税すすることとなります移転価格税制上定められた算定方法にはいくつか手法があるのですがこちらのスライドでは 一般的に適用されることの多い取引単位営業利益法という手法を例にご説明させていただきます日本の本社は海外子会社 A 社 B 社 C 社と取引があったとします海外子会社 A 社 B 社 C 社はそれぞれ営業利益率が7%マイナス0.5% 3%となっています一方で 国税当局が取引単位営業利益法という手法にのっとって算出した子会社が独立企業である第三者であったならば得たであろう利益率は2%から5%の範囲であったとしますこの場合海外子会社 A 社は独立企業間利益率レンジの上限である5%を上回っておりレンジの中央値である 3.5%と7%の差分の3.5%分が日本での移転価格リスクとなる可能性がございます言い換えれば日本から海外に所得移転があるとみなされる可能性が高いですそうですね反対に海外子会社 B 社の場合独立共感利益率レンジの下限である2%をして回っており レンチの平均値である3.5%とマイナス0.5%の差分の4%が海外での移転格リスクとなる可能性があります移転格課税の大きな問題点の一つは日本海外のいずれかの税務当局において移転格課税が行われた場合すでに税金を納めた相手方所在国で追徴課税された分が自動的に還付されるといった仕組みはありません そのため、追加で移転価格課税を受けた部分は、一時的に日本と海外で二重で税金を納める形になってしまいます。このように、移転価格課税が行われた場合、追徴された分は二重課税状態となり、一度税務コストとしてキャッシュアウされてしまいます。また、移転価格税制は、グループ間のすべての取引を対象としています。取引の区分として、一般的に、 有形資産取引役務提供取引無形資産取引金融取引に整理されるかと思います海外子会社と何かしらの取引を行っている場合には移転価格税制を意識し適正に取引価格を設定していただく必要があります国塩さんこの点について企業様の方から受けるコメント質問は何かございますかそうですね 企業の方からうちは配当で日本に還元しているから移転価学上は問題ないのではと思っているというコメントを受けることがあります日本では配当の95%は益金不算入になり配当での回収は移転価学の問題解決にはつながらないという点は注意が必要かと思いますはい、えー。また連結ベースで見たらそれほど神経質にならなくて良いだろうといった考えも 移転価格税制上の問題点を見落とすことになってしまいますのでまずは移転価格税制という制度があることを認識いただき移転価格リスクへの対応につなげていただけたらと思います続いて移転価格税制の特徴について触れていきたいと思いますいくつかある移転価格税制の特徴のうち3つ目のポイント企業グループ内の経済的二重課税の発生 と4点目の巨額な課税の発生という点は特に注意が必要かもしれません。移転価格の構成金額の推移を見ると、20年前の多額な平均構成所得金額と比べて、昨今では構成金額自体は限定的になっているかもしれません。ただし、これは移転価格調査課税の対象が中小企業や中小規模の取引にまでそのが広がっていることを意味しています。 ですので、うちは取引金額が少額だから、移転価格のケアは後回していいかと油断していると、もしかすると危ないかもしれません。近年では、国税局所轄の大規模法人だけでなく、税務署所轄の法人に対しても移転価格調査が実施されていると言われています。原則として、法人税調査と移転価格調査は、 同時に税務調査を終了することとされたので移転価格調査としてはこれまでよりも時間的な制約が強くなり事案のの小型化化調査の効率化が進んでいると思われますそのため売上高等の事業規模にかかわらず海外子会社との取引がある会社さんについてはやはり移転価格税制移転価格リスクについて正しく認識をいただき 対策いただくことが重要と言えます次のスライドは移転価格リスクへの対応策をマッピングしたものになります横軸において過去将来のどちらの移転価格リスクを軽減するものであるのかまた縦軸においてリスクの程度に応じた対応方法に整理していますまず過去の実績リスクを手当てする対応策として一つ目に 移転価格文書化が挙げられます移転価格文書化とは税務調査で提出が求められる証拠書類を事前に収集し企業の移転価格の妥当性を証明するために移転価格算定方法や利益水準等を記載した書類を作成・保存することです税務調査において事前準備のないまま資料を提出することは 調査が企業にとって不利な方向へ向かうリスクを高めてしまいますので事前に文書化をすることで移転価格課税リスクを低減すす。る取りり組みになります2つ目の移転価格調査対応相互協議対応とは実際に移転価格調査が入りより課税リスクが高まった場合の対応課税によって生じてしまった二重課税排除のための対応策となります。 スライド右上は移転格ポリシー策定となります文字通り将来年度についてあるべき移転価格のポリシー規則を作成し将来移転価格リスクを抑制する効果が期待されます。また個人的には大々的に移転価格ポリシーを策定しないとしても事業部様営業部様の方で国外関連取引金額をある種勝手に独自に決めてしまうのではなく経理部 税務部の皆様なども関与され事前に移転核税制上問題ない取引価格になっているかを取引開始前に整理しておくことも重要だと思いますスライド右下は事前確認アドバンストプライシングアグリーメントと呼ばれるもので自国と相手国の税務当局に事業内容取引内容取引における利益率などを確認してもらい当該内容にお墨付きをもらう仕組みとなっております ただし、両当局に合意してもらうためには、一定の期間・年数と工数・コストを要するため、費用対効果の見極めも重要になってきます。では、本日のまとめを整理させていただきます。本日のまとめとして、3点ほど挙げさせていただいております。移転価格税制とは、海外の関連企業への所得移転を防止する税制であり、配当での回収では不十分となります。海外子会社に過度に、 利益率がついている場合には日本での移転核課税リスク上問題ないかチェックする必要がありますまた移転核課税は巨額な課税につながりやすいため適切な移転核設定移転核文書化などの事前対応が肝要となってまいります以上が本日の解説内容となりますご不明点や疑問点等があればいつでも弊社までお問い合わせいただければと思います田橋さん 今回の動画の評判が良ければ第2回の動画もあるかもしれませんねそうですね移転価格税制は専門的かつテクニカルな要素が強くそれらを体系に理解することが難しいと言われていますまた移転価格税制の世界は理論中心であるため企業の実務に馴染まないと思われるところが少なくありません第2回 第3回とさらに掘り下げてこの動画をご視聴いただいている皆さんの移転価格税制への理解を深めるお手伝いができたらいいなと思っております。本日はありがとうございました